ハンドルを握るより釣竿を握るのが大好きな高木選手が先生となってゲストを釣り好きにしていきます。さあ始まりました、レーサー高木の釣りチューン、タックルベリー倉敷店さんにやってまいりました。今回のゲスト、初心者の方をまた紹介したいと思います。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。ケイチュンズレーシングのレース訓練をさせていただいております、2023ウィンジーの花の井美優です。よろしくお願いします。ゆいちゃんは、ベリーガール。あ、そうなんですよ。実はこのタックルベリーのイメージガール、2023ベリーガールズとして活動させていただいてます。高木選手も所属するケイチュンズレーシングでレースクイーンをしている花の井美優さん、実はタックルベリーのキャンペーンガール、2023ベリーガールズとしても活躍しているんです。ということでですね、常連さんだと思うんですけど、今回タックルベリーに入るのは、何回目ぐらいですか？初めてあります。ベリーガールの、はい、初めてです。初めて、はい、それは楽しいですね。中がどんなになってるかが ね、僕はね、もう毎日のように来てるから大体わかるんで、僕が全てをこう、なんかね、状況を教えて、いろんな道具をね、選んであげたいと思いますので、お願いします。ぜひ行ってみましょう。まあ、前回実はですね、平場をやったんですが、僕たち2人ですね、平場という仕掛けでは釣れなかったんです。実は今年の2月、平場に挑戦していた2人、別の仕掛けで花の井さんのみ釣れたものの、平場の仕掛けでは超過ゼロ。今回はリベンジするため、まずは釣り具選びから始めます。いろんな道具をね、選んであげたいと思いますので、お願いします。ぜひ行ってみましょう。じゃあ行くぞ。ゴー。今回2人がお邪魔するのはビッグベリー倉敷店。名前の通りタックルベリーの中でも最大級に品揃えが豊富で、2年前にリニューアルオープンしたばかりです。大好きな釣り具店に高木選手も大興奮。結局ね、こういうのもレーシングカーと一緒で、こういうすごく精密機械、レーシングカーもすごい精度、1000分の何ミリみたいなところで作って、この中身 もうそういう精度で作ってある、まあ、僕たちこのレーシングカーのって細かなもののこう作業の積み重ねみたいなのは、こういうの機械いじりが好きな、その男の子としてもたまらないね、こういうの。高木さん、ここも一日中入れるんじゃないですか？入れるだって、レースの時と顔違うでしょ、ね、楽しそうです、はい、高木さんって竿大体どれぐらい持ってるんですか？竿？はい、僕はね、例えばタイだけとかじゃなくて、いろいろカワハギとか、それこそメバルだったりとか、アジだったり、いろんな魚を釣るんで、多分100から200本ぐらい、100から200？家にあるんですよ。はい、じゃ結構こちらの方、結構何ですか？これね、こちらこちらこちらの方も結構、まあ、レーシングカー1台ぐらい。嘘で、そんなわけない、釣り具選びを全力で楽しむ高木選手、まさに水を得た魚状態。そんな中、花の井さんが発見したのは、高木さん、これ持った方がいいと思います。大量これハチマキ製。高木さん、でもあれですよね、ヘルメットにも書いてますよね。そうなのよ、友情祈願じゃなくて、ここにね、大量祈願っていうシールを貼ってあるのね。あ、そうですよね。常に釣りのことを思いながら俺はレースをしてるんだけど、あそこもちょっとこれと逆転で、優勝祈願って書いてレースした方がいいかもしれないね。そうです ね、まあ、でもこれは明日は、そうだね、本当に優しいね、ありがとう。はい、全然です。本当ありがとう、願いましょう。絶対負けねえから。畜生、生きてない。ここで高木先生が少し仕返し、虫が苦手な花の井さんにワームを紹介します。いろんなの、こういう、これちょっと虫っぽい、これ、ちょっとそれダメ。そうですね。あら、そう？はい、リアルですね。はい、これこれこれ、こういうのと。え、でもこれエビさんじゃない？ザリガニみたいな。
エビじゃないですよ。ほら、ザリガニじゃん、これ。エビだって私触れます。触ってみる？触らないです。生きてないんだよ。ちょっと手カサカサしてるでしょ。いや、してないです。してるでしょ。うるおってきましたちょっと待って、熱い、熱くなってきました。はい、エアコン効いてない。エアコン効いてないこれは大丈夫？これはこれどうしたらいいですか？匂って、匂い、匂い、匂い。え？苦い匂いがします。苦い？はい。お魚さんの好きな。え？まねえです。ごめんなさい、ほんとすいません。本当に、ほんとすいません。ちょっと疲れましたね。疲れたね。これは触れるでしょう。魚だよ。魚ですね。これはちょっと行ってみようか。そうですね、チャレンジ。ちょっと手に置いてください。あ、そんな。はい、どうぞ。ありがとうございます。ちょっと大丈夫です。もう大丈夫です。もう大丈夫です。ちょっと生魚っぽいのは得意じゃないんですけど。高木さん、どうしたんだい？あげます。 ありがとうございます。はい、すいません、はい、元に戻します。はい、ありがとうございます。そして2人が最後にたどり着いたのが、今回最も重要なこちらのコーナー。わ、来ました、タイラバコーナー。今回は2人ともこのタイラバでやっぱりちょっと釣りたいわけよ。それ聞いてみる？ね、え、ま、店長おられますかね。うん、呼んで。店長。あ、すいません。いらっしゃいました。やっぱり今瀬戸内ではこのスタートっていうメーカーの、ね、このタイラバがもうすごい人気ですね。色もさっき、色もそうですね。そのこの赤金、やっぱオレンジは釣り。そうですね。やっぱり定番。でも黄色が好きなんだよね。オレンジと黄色なんですよ。え、出た。さっき黄色って言ってたじゃん。黄色にしなよ。今年はオレンジと黄色がラッキーカラーなんで、私がオレンジ使って、高木さんは別の色に。今作ったでしょ、絶対に。え、作ってないです、本当ですよ。さっき黄色って言ってたから黄色だけつけてやって。いや、私オレンジにするんで、高木さんこの透明とかどうですか？いや、いいけど腕でカバーする。また坊主になった。前回釣り一緒にねさせていただいたんですけど、その高木さんは坊主だったんです。前回2月というか、はい、厳しかったです。そうなんですよ。今度は、もう夏前、もう夏ですね、はい、もう今時期はもうタイもシーズンです、はい、必ず釣れると思います。じゃあ僕でも釣れますかね。これで釣れなかったらもうやばいね。いろいろ店舗を回らさせていただきましたけど、うんうん、まあ、これがあれば釣れないわけが、うん、そうですね。今回はリベンジなので絶対に釣りましょ う、 そう、ね、このリールもすごく可愛いですよね、うん、色が。そうなんですよね。高木さんのもちょっとかっこいい感じですね。男っぽい。そっちね、うん、ちょっとピンクがあって可愛らしい、うん、はい。なので次回はですね、もう釣りたいと思います。頑張りましょう。頑張るぞ。はい、するぞ。タイ、タイ、タイを願って釣ってきます。釣れなかった時は後で言い訳をいろいろ考えてるんで、まあ、それはまた後取っていただけたらいい。早く釣りたい。タイ来ました。え、来たよ。え、なんか私に来た気がします。あ、来てる来てる来てる。釣れますように。チャンネル登録お願いします。